東京株式市場は日経平均株価が700円近く値上がりして取引を終えました。2日連続でバブル崩壊後の最高値更新です。10日の日経平均株価の終値は前の日よりも678円高い3万4441円でした。33年10ヶ月ぶりの高値でバブル崩壊後の最高値を2日連続で更新しました。円安が進んだことを背景に半導体関連の銘柄を中心に幅広い分野で値を上げました。市場関係者の間では3万4000円台の大台に乗り今後さらなる株価上昇へ弾みがつくとの期待も出ています。